ムーンライト松山とは、ムーンライトシリーズの一つである。当列車は、西日本旅客鉄道、四国旅客鉄道が、京都駅松山駅間を、東海道本線、山陽本線、宇野線、本市備山線、予算線経由で運行していた、臨時快速列車である。 ムーンライト高知の松山発着版として1995年から主に青春18切符使用可能期間や週末に運転していたが使用車両の寿命を考慮して晩年は最も多客な時期とその前後数日のみの運転となり2008年度の冬を最後に廃止された 京都駅多度津駅間は、ムーンライト高知と並結運転を行っていた。これは、同区間が、臨時列車とはいえ夜間に運転されることから、服装する、貨物列車などに支障を来さないよう考慮したためである。下りは、宇根駅で20分ほど、運転停車し、貨物列車を退避していた。京都駅から新大阪駅大阪駅、三宮駅神戸駅明石駅加古川駅、 姫路駅、岡山駅、新居浜駅、伊予西条駅、今治駅、伊予北条駅、松山駅、e、EF65、軽電気機関車1両あるグリーン車指定席は、近縁車で、JR 四国が団体用車両として改修した、高知運転所に所属する12軽客車の座席車を、普通車には、JR 西日本の宮原総合運転所に所属する14、軽客車を使用していた。 2両の普通車は禁煙車1両と喫煙車1両で、14、軽客車本来の座席である紙、リクライニングシート搭載車や、一般的なリクライニングシートに交換した車両を使用。過去には、岡山電車区所属の12軽客車も使用したことがある。牽引機関車は、京都駅岡山駅間が、 JR 西日本の下関車両管理室に所属する EF65 系電気機関車岡山駅または多土津駅松山駅間が JR 四国高知運転所配置のデジュー系ディーゼル機関車である。なお、同区間は運行開始当時から電化されていたが JR 四国が電気機関車を保有していなかったためディーゼル機関車で牽引された。 多度津駅での運転停車時に、機関車交換と並結を行っている。編成は2009年1月現在で、上下列車とも京都型3両が、松山編成で、高知、松山方3両が、高知編成であった。ありがとうございます。